そうだ、7分もかかったな。ペイちゃん、その橋よく見てごらん。到着です。どうも、ウイチャレさん。今日ですね、今ですね、気仙沼市に入りました。一応ね、ここから宮城県ということで、日本全国制覇旅19件目、宮城県へ入りました。はい、今日はね、道の駅に着いてる双子の湯という温泉です。じゃあ行ってきます。今からディズニーを飲みます。パパはマッサージ機に。だからママのレッドの気になってたよ。何かうちらだけ牛乳休憩。お風呂上がり、乾杯。乾杯。うまっ。はい、今ですね、温泉から帰ってきました。さっぱり、さっぱり。今日の動画はね、かなり間が抜けてるかと思うんですけども、日中の動画についてはね、別の動画でキャンピングカーバケーション in 東北の方の動画で出しておりますので、ぜひね、そちらの動画も見てもらえればと思います。いきなりね、もうあの温泉でいきなりご飯です。もう夜です。そのままお召し上がりいただけます。今日買ったやつね、一口チームっていう、ね、シリーズの燻製ホタテ、これの南三陸のね、サンサン商店街で購入したやつです。あ、すぐに買ったね。うん、正解のアボカドだ。シンプルな味だ。はい、これはタコの皮。タコぶつ切りとシシトウ、生ウニ、三陸、 100g で1300円ぐらい。あー、周り、盛大にこぼしたけど。はい、こちらもね、今日買ったやつで、宮城県産の横田屋のお手軽バラのり、そのまま食べれます。これをね、ウニにバラバラってかけて食べようかなっていう作戦です。食べてみよう。これさ、もうバッてかけちゃっていい。うん、パラパラ、うまい。ご自分でパラパラさせてください。で、あとですね、こちら、これはね、岩手県産の、陸前高田市で購入した広田湾ごま香る茎わかめ。これね、先ほど紹介した一口珍味なんですけども、桜チップって、南三陸のホタテを天然の塩でふっくらと茹で上げ、桜チップで優しく蒸しました。どっちが飲みやすいんだろう。今日はね、ビール買ってきております。南三陸のペールエールですね。で、こっちがですね、こっちがね、バイゼン山内鮮魚店×岩手蔵ビールで、これ作ってるらしいね。はい、今日はね、こちらのビールで乾杯します。いただきます。いただきます。乾杯。ほっぺは嫌だよ。飲みやすい。うまい。こっちの方がちょっと癖あると思うよ。うん、あのスモーク、超絶シンプルな味付けだよ。タコうめ。タコ味違う。タコ単品に食わないとなと思う。
味が違うのかな、歯ごたえが違うのかな。でも身はすごい引き締まってる感はあるけど、うん、でも柔らかいけどね、うん、まあいずれにしてもお酒にはよく合う。みほちゃんこれ嫌い？食べてごらん。嫌い。えわさびの葉の。ああ食べよう食べよう。そうだね、それはマジでうまい。うん、おっちゃんも食べちゃうから。これね、ちょんちょんしながら食べるぐらいはちょうどいい。ウニまだ食べてない？うん、まだ食べてない。うん、うまい。うまい。おいしい。これ食べた。ウニうま。そっちの方が食べやすい。チータコ食べな。うん。めっちゃマンダーリ。これうまいよね、うち。これと一緒に合う。今日ですね、南三陸の三三商店街に行って、一個だけね、残念だったのがね、モアイ像がね、見れなかった。そう。ちょっとね、モアイ像はね、結構ね、楽しみにしてた。でいざね行ってみたら、ちょうどねお引越ししちゃってて、でこれからあの設置完了してお披露目になるということで、ちょっとねタイミング悪くて思い通りに出会えなかったです。それに合わせて今日のねコメントテーマ、皆さんの地元、皆さんの町にある、まあ、そういったね珍しいオブジェとかメジャーなとこでも教えていただければ。僕ら多分ねメジャーなオブジェとかメジャーなものもあんまり知らないんですよ。なんで、まあ、コアなところからメジャーなところまで有名なものを教えていただければよろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろね、日本酒に行きます。あ、日本酒が今来ました。はい、じゃあこちらですね、本日ね、紹介する日本酒になります。岩手県の岩の井酒造さんで購入した真心純米大吟醸紫ラベルです。でこれはね、ちょっとスーパーで売ってなくて、実際にね、酒造に行きました。こちらね、今日いただこうと思います。じゃあ真心入れていきますね。冷蔵庫がパンパンなんだよ。はい、乾杯。乾杯。うん、あ、美味しい。うまいです。ちょっと甘め。うん、ママ好みじゃない。普段日本酒を飲まない人でもめちゃくちゃ飲める系の日本酒です。飲みやすい、とても。そう、なんかこう独特なね、残る感じがないよね。スッて入ってくる。うまい。いいお酒。うん。ウニもうまくない？いや、この日本酒とウニっていうね、マジでね。ちょっとチミチミ食べてね。組み合わせがやばいんすよね。ホタテ、燻製、醤油いる？いや、いらない。このまま。あんまりスモークがきつくないから、すごい食べやすい。あ、そう。この茎わかめが最強に米に合うんだけど。茎わかめうまっ。なんか各地のこう美味しいものを食べるとうまい。だから旅は やめられないよ。キャンピングカーの旅ってもうね、これが醍醐味だと思う。今日は閉店です。はい、ガラガラです。はい、おはようございます。今ですね、7時43分で、室温が 26.3 度、湿度が 58% です。で今日もですね、エアコンを25度設定のまんまですね、風量1で回しておりましたので、車内はねかなり快適です。でバッテリーがね、今ねちょっとインバーターは使ってないんですけど 46% しかないんで、だいぶね削れてます。はい、肝心のねエアコンに関してはポタ電で回してまして、昨日の夜ね 83% からスタートして7時ぐらいなんですけども、残りの残量が 29% となっております。まあおよそね 50% ぐらいを消費しているということで、まあやっぱりね設定温度ね絞ってあげれば、だいぶねポタ電だけでも回るのかなと思います。はい、これなんて読むの、常温の里道の駅で大量に買ってきました。朝ごはんとかね、いろいろ。よし、じゃあ車戻ります。はい、おはようございます。今ですね、出発しました。で、今日はね、道の駅でねご飯も一緒に買ってきて、まあ、道中で移動しながら食べよう計画です。今日はこの後ですね、松島の方に向かっていこうかなと思っております。日本三景の一つですね。日本三景は多分初めてかな、行くのが初めて。で、ただですね、今日は旅何日目だ、今日木曜日だから6日目または5日目になるので、もう、ちょっとリセットしなきゃいけないというか。むしろ服がよく持ったもんだよ。そう、一回だからコインランドリー行ったりとか、あとは今日夜はね RV パーク撮ってますので、電源ね回復させないといけないかなと思っております。本当ね、動画でねお伝えした通りになっちゃうんですけども、毎日猛暑日なんですよね。そんな、まあ、エアコン使うけどもそんなだよねみたいな感じかなと思ったんですけど、毎日35度なんで、それはねガンガン使ってますね。
夜もガンガン使ってるし、かなりね電源を食ってるかなと。はい、ボタデンに関してもね、今フル動員中でして、昨日ねもうついにね B230 も使ってしまったので、ボタデンの方もね、残量がねあと 13% しかないで、サブもね今ね 50% ぐらいかな、車の方のサブ。さすがにね5日目6日目になってきますと、それなりにね電気消費していきます。1日ねキクシンさん家にね行かせていただいたんですけども、逆にあの時はねあんまりねまだ消耗してなかったんで、まあ回復はね一応させてもらったんですけど、意外とね、まだまだ序盤だったので、逆に今の方がね少し削れてきたかなっていう感じがします。なのでこれからですね、コインランドリーの方に行って、でそれからね洗濯かけておいて、で近くのね、商店街、商店というか市場みたいなのがあるところがあるみたいなので、その間にちょっとそこに行こうかなと思っております。あともうちょっとでコインランドリーやっと洗濯できる目的地付近です。いつでもいいんだけど、じゃあちょっとコインランドリーで洗濯してきます。よし、これから洗濯します。洗濯中。はい、今ですね、コインランドリーの方行ってきて、一応ね洗濯をかけております。で1時間ぐらいね、どうしてもかかるんで、その間にですね、ここからね、約 1.6 キロぐらいの距離にある松島お魚市場っていうところですね、そこにですね今から向かっていこうかなと思います。あと300メートルぐらいで市場、この辺は伊達政宗なの。そうだね、だから伊達政宗に由来するものが多い。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は曇り時々晴れ。 松島魚市場か。朝ごはんとかも食べれるといいね。いただきます。海鮮ラーメン、ムール貝っぽいね、ホタテとかかな。はい、今ですね、魚市場ね、出まして、洗濯物も今無事に回収しました。で、これからですね、松島の方にね、向かっていこうかなと思います。で、松島の方は、駐車場がね、あんまりなくて、まぁ、ちょっと大きいところに1個止めといて、そこから出歩こうかなという感じになっております。なんで、今からですね、1いくらみたいなところのパーキングに止めて、から行こうかなと思います。松島レトロ感だって。ただでもやっぱ観光地って出てるものが割と似てるよね。うん、ここがこの大型駐車って書いてある。ここぐらいしかね、キャンピングカーなんかね止めなさそうだ。本当だ、駐車可能。アドバイリング。今ね駐車場止めて先にお金払ってきます。はい、ここのね駐車場だったらキャンピングカーも入れます。ここの駐車場が一番近いのかな。あ、これ見ればわかるんじゃない。あれが一番遠い。うん、瑞巌寺ね。そうだ、じゃあ瑞巌寺から行くか。あ、でも書いてある。書いてある、曲がるんじゃん。無事にね、到着です。瑞巌寺、伊達政宗公のね復旧したという瑞巌寺。暑いね、でも今日も35度でしょ。ああ、そうだね。どっから行くんだろう。こっちから回ってくるのかな。あ、そうかもね。塚だね。ああ、でもすごいね。よく昔の人はこれをこんな綺麗に切ったよね。掘ったっていうのか。油でした。見た、セミ見た。セミの鳴き声がすごい夏っぽい。
ジーガンジ本と国宝だから、ね、最後多分そっちから戻ってくるんじゃない。あ、そこから入り口だね。撮影禁止。中はね、撮影禁止でしたので、外からのみです。じゃあこれかな。このね、ここに通路があるので、こちらも行ってまいります。おしゃんだね、ここ。うん、入る。うん、撮影禁止なので。大人が2人の小学生と遊ぶ。これじゃあお写真を撮る。当たれば松島っぽい風景が見えるんじゃないかな。で、今ですね、信号を渡って、多分こちらに見えるのが五大堂です。もう書いてある、五大堂入り口。じゃあ行こう。懐かし橋でしょ。懐かし橋を直してるってなんだろうって。ふーちゃん先こっち回まで行って。うん、ふーちゃん、その橋よく見てごらん。そう、下が透けてるから。そうだよ。ふーちゃん、ここは平気なんだね、こういうのが。はい、じゃあママと一緒についてて。このほら。こちらね、五大堂。さっき言ったね、瑞巌寺の五大堂、伊達政宗が生んだ文化。ほんとだね、めっちゃ人気だな。よし、ゴー。次は長い赤い橋を渡り行くよ。そろそろ橋に到着。意外とね、あの駐車場止めたとこから歩いてこれちゃいます。この辺全部。なんで結構気が楽です。ああ、これぐらいだとちょうどいい ね。日がないとすごくちょうどいい。そっち側、そっち側。うん。左、左。この福浦橋って全長250メートルだし、約7分ほどで渡りきれます。うん、ね、意外とかかるね。おー、すごいね、この橋。右側にはね、結構船がたくさん。それこそ遊覧船も、あとジェットもいるし、あとあれは魚かな。で、この福浦橋を渡ると目の前にあるのが福浦島です。夜間はね、この福浦橋イルミネーションとかやってるみたいです。大人ね、今橋渡るのに200円、1人200円、子供100円。うん、橋を渡って福浦島の中に入りました。ちなみに島の案内とこんな感じ。まあ、ぐるっと回ってこれるのかな。あ、涼しい。あ、島ってね、だけありますよね。どこまで行くんだろう。これ回れんのかな。ぐるっと多分回れるような気がするんだよ。ぐるっと回れんの。うん、ご立派なアリだね。虫の音がすごい ね。セミ、ヒグラシ、ヒグラシ。今ね、マイクを環境音に変えたんで虫の声が聞こえるかな。あ、ここから各島々が見えるんだ ね。日本三景松島。
じゃあね、これでね、元の道に戻ってきたんで、ね、ここからはゆっくりに戻っていきたいと思います。はい、今ですね、松島出ました。で、今回はですね、ここの右側のね、この駐車場に停めといて、で、松島をね、観光してきました。随岩寺から始めて、まあ、あの松島のね、通りも通ったり、円通院。ちょっとね、動画の撮影ができなかったんですけども、まあ、写真はね、いいみたいなんで、写真だけ撮ってきました。随岩寺の方はね、本堂の中はね、国宝になってまして、こちらもですね、撮影はね、NG でした。今日はですね、この後、RV パーク女川さんの方に行きますので、まあ、そちらの方でね、浜焼きの食事ありにしてますので、ちょっとね、こっちでご飯食べるのは我慢して、女川までね、今から行っちゃいます。で、距離はね、40キロぐらい松島からありますので、まずあと1時間ぐらいかな、で着くかなと思います。今石巻です。この辺もいろいろ被害があった場所ってことやね。陸前高田もそうだし、気仙沼もそうだけど、震災の時は本当ね、毎日ね、この辺の市の話はね、ニュースで出てたかなと。結構海から距離あるように思うんだよ。だからこういうのとかもさ、実際に来てみないと分かんないじゃん。ニュースで見た感じだとさ、なんかもっと近いところでだけが被害を受けてるの見えてるさ、実際はさ、こんなにも離れてるとこでさえ浸水、ね、区域ここまでとか書かれてるんだから。まあでもいい場所よ、とても。はい、あとですね、700メーターぐらいで到着です。RV パーク女川さんですね。おお、パソコン目的地付近です。音声案内を終了します。よいしょ、お疲れ様でした。到着です。この後の天気は晴れ。はい、これ見ましょう。こんな感じですね。RV パーク女川さん。ゆみちゃん、ここから好きなものを取ってお会計して焼くらしいよ。ご飯と味噌汁はいいな。うん。こんな感じで予想で会計。じゃあゆみちゃんも乾杯しよう。ゆみちゃん持って。乾杯。乾杯。乾杯。うまい。じゃあ2回戦目です。こりゃまた青森に行くしかないよ。どうも、うちゃねさん。今日ですね、RV パーク女川で出会ったクラブルーズのハイエース乗られてる方と
まさかのこんな意気投合するという青森の方なんですけど、もう青森のことを今すごいいっぱい教えていただいて、もっと早く教えてほしかったなと。どうもどうも青森です。めちゃくちゃノリのいい人です。これはまた青森に行くしかない。本当だよね。もうちょい、もうちょい早く知りたかった。全然気づいてない。どれか取られた。はい、シャワー室こんな感じであります。かなり綺麗なシャワー室です。で、男性用、女性用と分かれてますので、その辺もね、気にしなく使えるのもいいところかなと思います。洗面台もあります。あ、でもこっちはドライヤーはないのかな。そうですね、ドライヤーはないか。まあでも別に。ドライヤーは自分の車でやればいいのかなと思うんで大丈夫です。はい、今ですね、シャワーとか入ってきて戻ってまいりました。と今回はですね、RV パーク女川さんに来てたんですけども、この RV パークのね、あ、女川さん経営してるオーナーさんもねすごくいい人だったんですけど、たまたまですね、たまたま青森県から来られてる、先ほどねちょっと紹介した乗られてる方や、あとはですね、実はねお隣さんが、RV パーク持ち船を経営されてる方で、これもね本当にね、ご縁だなと思ってて、実は2週間ぐらい前かな、ちょっと動画にはしてないんですけど、実は RV パーク持ち船のすぐ近くの持ち船漁港に僕らいたんですよね。本当はねその RV パーク持ち船さんに来たかったんですけど、すんごい人気なんで予約が取れなくて、あの入れなかったっていうねあって、本当につい最近電話した RV パークさん、まさかのオーナーさんが隣にいるっていう、これもまたねすごい偶然だなと思いましたっていうね、本当になんかこうなかなかねお会いすることができない方とね会えて、すごくそれはそれで楽しかったなと思います。楽しかった。 RV パーク女川さんはね、浜焼きをやってますので、そこでねこう皆さんと話せる場ができたっていうかね、これはねあんまりねこういろんな RV パーク僕らも行ってますけど、なかなかねこういう RV パークが今までなかったんじゃないかな。とてもアットホームな感じだよね、うん、フラットな感じでさ。そう、いい RV パークはたくさん知ってるんですけど、初めて会った人が話すようなコミュニティがあるような、まあ、それがねで起きそうなところっていうのが今まで多分なかったんじゃないかなと思います。一期一会の出会い、キャンピングカーの旅の出会いなのかなっていうのを今回感じました。はい、ということでね、このね RV パークの中はで、浜焼き付きの夕食コース、これはねすごくおすすめです。お酒が進みます。そう、篠巻女川にね来られた方はぜひぜひここまで利用していただきたいなと思うような RV パークでした。とてもいい場所でした。はい、ということでね今日はね、この後はゆっくりね車内で、もう一回飲み直そうかなと思っております。しっぽりと。はい、はい、じゃあうーちゃんおやすみなさい。すみー、おやすみ。ママの特等席取ったバイバイおすみ、バイバイおすみ。今日は夕飯は牛タン食べて、その後に車でしっぽりやろうかなと思います。はい、今ね、伊達の牛タン本部到着です。まだオープン、5時オープンしたばっかなんで行けるはずです。成功。ふいちゃんはシチュー食べましょう。はい、今ですね温泉ついてサンピアというところですね。はい、今ですね、出発しました。今日はね少し遅めのスタートです。今日はですねここから三重木蔵王狐の村かな、あ、そうそう、と
ていう、ママがねちょっと行ってみたかった場所、キツネのね村が近くにあるみたいなので、ここからね車で、そんな測らないみたいです。距離で13キロぐらいなんで、さっと走って、行ってみようかなと思います。これ曲がった、なんかでっかいタイヤが刺さってるね。あと 700m。 あれだね、なんかどっかで細道って書いてあったから、ちょっとあれかな、でも一瞬なんかあれかな、ちょっと細かったかな。そこどこだろう、ね、あ、これか、右方向です。そうだね、この上は上がる、第一駐車場、なかなか急勾配だね。目的付近です。音声案内を終了します。キツネ100頭放し飼いだよ。ちょっとね、今ね、蔵王キツネ村の方行ったんですけども、ちょっとね、動画の撮影が禁止ということで、今回ね、動画は撮りません。で、その代わりですね、写真は OK みたいなので、写真だけちょっと撮って、まあ、雰囲気とかね、お伝えできればいいかなと思っております。蔵王キツネ村に到着です。あと入るのね、結構自己責任がということなので、まあ、楽しんで行っていきたいと思います。はい、今ですね、蔵王キツネ村の方に行ってきました。結構ね、キツネが放し飼いされてる感じなので、なんだろう、いつもより全然近い距離で。いや、そうね、ほんと。なかなかないかなって。100匹、100頭いるんで、普通にこうやって走ってて見ることもないような数がいます。そう、ただね、小さいお子さんはね、ちょっとね、いろいろ大変みたいです。3歳以下の子供がいる場合は、なんか抱っこして入場って書いてあったね。ああ、そうだね。ベビーカーはダメって書いてあった、うん。そう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 。結構ね、キツネがね、こう、ツンツンしちゃうらしくて。だから、ウーちゃんとかもちゃんとこう、手繋いでいないと。そう、大人1人に対して子供1人って書いてあったからね。そうそうそう。まあ、でも、何もなかったけどね。まあ、うちはね。そうそう。結構僕らはこのね、夏に来たんですけども、なんかね、写真とか見てるとね、冬も良さそうだっていう。ああ、冬の方がね、うん、今ちょうど、キツネの毛が抜け替わる時期で、ふさふさしてないんだよね。そうそう。冬の方がね、冬毛だからすごいモフモフしてて可愛かったよね。うん、ということでね、とりあえず今キツネの村を出てきました。で、今日はですね、この後全く何も考えてなくて、まあとは言ってもね、もうね、ちょっと今日から、まあ、帰りに向けて走ってもいいのかなと思ってて、まあ、キロに着こうかなと思っております。今日なんかもうゆるくだな。そう、帰りだから。はい、ということでね、ちょっと今からね、一回ね、市街地の方に降りていきたいと思います。はい、今ですね、白石の市の方にね、市街地に帰ってきたんですけども、もうね、ちょっと帰りの方向で行こうかなと思っております。今ですね、高速に乗りました。ちょっとね、休憩とかしてたりして時間がね経っちゃったんですけども、これからですね、家の方に向かっていくという感じになります。で、今回全行程通してね、先週の土曜から今週も土曜までなんで1週間ですね、きっちり1週間旅しておりました。走行距離もね、今現時点で、まあ、1400キロぐらい走ってますんで、まあ帰りも含めたらざっくり1600ぐらいかなの旅でした。岩手からね、宮城って、まあ、2軒連続で行く旅だったので、今までね、東北とかに、ね、1軒ずつ行ってたんですけども、今回はですね、1週間あったので2軒で行かせてもらいました。宮城に関しては結構回れたかなとは思ったんですけど、意外とでも上の方はあんま行けなかったかな。もう少しね、北部に行ってもよかったかなと。で、岩手に関してはあと多分2日ぐらい行っても全然平気でした。とかで、岩手は結構でかいんで、上と下、北部南部の間が結構あるんで、そこはね、地図で見るより実際走った方がすごい距離を感じるところでした。ということでね、今回はですね、東北の旅ということで、岩手県と宮城県で、それからね、今回はちょっとね、別枠で出した震災以降ですねと、キャンパ系東北の、まあ、告知というか、まあ、紹介をさせていただきました。次回はね、20件目になりますのでね、どこに行こうかっていうのね、まだ全然決めてないんですけども、そちらのね、旅の方もまた見てもらえたら嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。ナスを過ぎた。あ、花火見れた。
お願いします。くたばったもしたら、じゃあまたね、バイバイ。